みなさんこんにちは、鳥です。いつもご視聴ありがとうございます。皆さんからいただいているコメントも全部読ませていただいてます。とっても嬉しいです。さあ、では今日は、島村さんに島パトに行ってきたので、島村のお洋服の紹介をしていきたいと思います。で、今日はお値下げ品に特化して紹介していきたいと思います。ではスタート。はい、では商品の紹介をしていきたいと思います。一つ目の商品はめちゃめちゃ可愛いですよ。じゃーん。はい、真っ白いオフホワイトかな、真っ白い、トレーナーになります。で、これデイって書いてるんですけど、まあロゴが入ってるのが嫌いな方もいるかなと思うんですけど、なんかちょっと韓国っぽくないですか？そうだから、あ、おしゃれだなと思って、で、まず購入するときにこれをチェックしましたよ。いつもの、はい、いつものこう、はい、ここね、はい、綿 60% ポリエステル 40% で作られております。まあポリエステルが入ってるので、まあ毛玉にはちょっとはなるかもしれないですけど、綿がね入ってるので着やすく着れるんじゃないかなと思います。うん、私一度試着しました、綿 60% で。まあ試着した時に気づいたんですよ、この商品なんと、じゃん、じゃん、めちゃめちゃ可愛くないですか？なんか韓国の漫画っぽいね。で、これがすごく可愛くって、なんかブログっぽくない、 Vlog っぽくないですか？なので、はあ、可愛いねっていうことで購入しました。で、お値段は1639円の商品が990円まで値下げされております。おしゃれ。これ母に購入したんですけど、母が着なくなったら欲しいぐらいです。可愛らしい。はい、で、サイズは L サイズです。で、今の時期に、取り寄せしたら他の店舗にあったら値下げの、あの金額の商品が届くと思いますんで、もしよければ皆さんこの商品を取り寄せしてみてください。商品のナンバー言いますね。501-8254。 いや、なんか違う、あ、ちょっと待ってください。これね、こう価格が上に貼られてるんで、このね、この番号じゃない気がする。ちょっと待って、ちょっとバーコード吐きます。 あ、そうだね、はい、そのままでした。501-8254で皆さん調べてください。出てくると思います。おしゃれで、これはコラボ商品かどうか、イラストレーターさんとのコラボレーション商品になってます。あや .m コラボレーションというふうに書いてます。はい、広島県在住のイラストレーターさんです。うん、はい、インスタのフォローの QR コードが出てます。世の中のもの、ことの魅力をイラストで伝えたいを軸に、いろんな形で役立てる絵の世界を楽しんでいます。挿絵広告企業様とのコラボグッズなどで活躍中のイラストレーターさんです。めっちゃ可愛いですね、このイラスト。あやさん応援してますはい、で、サイズは L サイズなんですけど、まあ、結構あの LL サイズぐらいの作りになってるんじゃないかなと思いました。着た感じで、後で試着していきたいと思います。もちもちしてますよ。で、今の時期にあの着れますね。今日の気温がだいたい10度前後だったと思うんですけど、まあ、あの住んでる地域によって違うと思いますが、まあ、これ1枚もしくはこのトレーナーに薄い羽織物で全然あの過ごせれるんじゃないかなと着た感じ思いました。
はい、では次の商品の紹介をしていきたいと思います。はい、では2点目紹介していきたいと思います。はい、じゃじゃーん。こちらの商品はルミエールって書いてます。ルミエールって光ですかね、フランス語で。わかる方はぜひコメントください。光かな、いますもんね、美女と野獣にルミエールっていう。はい、こちらの商品です。こちらの商品はどこのブランドかというと、はい、私の好きな USA コットンさんでございます。これもう綿がね、なんと本体は 100% で作られてます。はい、あの毛玉にならない素材です。で、裏は起毛になってますね。こんな感じで起毛になっております。で、この値段は700円です。で、母に700円だってっていうことを伝えると、700円で綿 100% は買えないよね、買っておいてって言われたので、これを購入しました。まあ、色合いは落ち着いたカラーになっていて、そうですね、先ほどのカラーと比べてみるとすごく分かりやすいかなと思いますけど、まあ、オフホワイトカラーで、こちらが、まあ、ちょっとグレーかかったホワイトになっております。はい、リブの部分は、綿 62% ポリエステルで作られてます。はい、バッグは、はい、あの先ほどみたいに絵が描かれてる分じゃないので、シンプルに着ていただける商品になるんじゃないかなっていう感じですね。はい、で、まあ男性も着ていただけるんじゃないでしょうかね。なんか男性も女性も着ていただけるような、そんなデザインになってるかなと思いました。襟元にクロスステッチが入っていることでクールに着こなせそうですよね。気になる方はぜひ取り寄せしてみてください。はい、着てみました。こんな感じですね。デイはここに出てきますね。なんかここだったらちょっとダサく感じるかもしれないですけど、ちょっと上目にあのデイってつけてくれてるので、まあダサくは感じないんじゃないかなと思います。はい、でこれちょっと折ってるんですけど、こんな感じですね。伸ばすと結構下まですっぽりきますね。はい、で1個折り目のところで折るとこんな感じで切れます。はい、こんな感じですね。バッグ可愛いですかね、バッグの絵。さあ、じゃあどうしよっか、中に入れてみますね。中に入れるとこんな感じになります。はい、はい、ではこちら先ほどのトレーナーを着てみました。どうですか、ここのそのステッチあんまり目立たないし、この文字も目立たないので、髪の毛長い方とかは隠れるので、そんなに主張してないお洋服になります。はい、で丈感はこんな感じで、先ほどの商品ってこの辺までだったんですけど、それよりももう一つ7センチぐらい下に下がりますね。はい、なのでお尻がすっぽり、見えますか、すっぽり隠れます。はい、うん、これやっぱり LL サイズなんで、袖も先ほどの商品よりは長く作ってくれてます。はい、まあ中に入れるとこんな感じかな。はい、なんかさっきの商品よりもブカって切れるんで、ここにゆとりがあるので、うん、そこまで太って見えないかもしれないですね。合わせ方がどうなのかなと思いますけど、はい、こんな感じです。参考にしてみてください。
はい、マウンテンパーカーを着てみました。もう全然このカラーでも合わせやすいかなと思いますね。うん、こんな感じになります。結構こういった組み合わせって持ってる方たちが多いと思うんでしてみたんですけど、うん、全然この丈よりも、まあ一つ折り込んだら長くもないですから、折り込まないとちょっと長めになるんでおかしなことになっちゃいますけど、折り込むと全然着ていただけるんじゃないかなって思います。はい、インナーにもなるし主張しないんでいいんじゃないかなと思います。770円ですよ。うん、これは私も買いたかったな。うん、買ってから思いました、私も買いたかったと。うん、まあでも母が嬉しく着てくれたらいいかなと思いました。先ほどの韓国っぽいトレーナーに先日買ったロゴスさんの襟を中に入れてみました。どうですか、めちゃめちゃ可愛くないですか。なんか韓国っぽいなと思います。この組み合わせって結構こう春になったらこういう方増えてくるんですけど、そうそう、これちょっと上止めてた方がちゃんと見えるんじゃないかなと思うんで、ちょっと止めづらいんですけど、止めて着ると可愛いかなっていう風に思いました。結構止めづらいです、このボタンは。何回も言いますけど、前回の動画から。まあ爪がある方は止めれると思うんですけど、爪がまあなんていうのかな、ジェルネイルもしくはその爪を深く切ってる方とかであれば止めづらく感じるかもしれないですね。はい、でもこんな感じになります。うん、ここにさ、クマちゃんがいたらなお完璧ですよね。あ、最近の私のマイブーム、クマちゃんなんですよ。インスタをしてるんですけど、そのインスタにクマのメモパッドとかも出してるんで、ぜひね、チェックしてみてください。クマちゃんのマイブームです。こんな感じになります。はい、では最後にこのデイの、プルオーバートレーナーとこちらのボーダーのプルオーバーを合わせてみました。どうでしょうか。結構可愛いんじゃないかなと思います。このステッチのカラーで、ブラウンのカラーとこちらの、モカベージュのカラーがすごく合ってるなと思います。はい、まあ、ぜひね、皆さんもこのトレーナーは中に入れるカラーによっていろんな活用ができるんで、1枚持っててもいいんじゃないかなと思います。はい、ぜひ参考になると嬉しいです。はい、では今日の動画いかがだったでしょうか。今日は、母に私がプレゼントするお値下げ品の紹介をさせてもらいました。はい、皆さん気に入った商品があればぜひ取り寄せてみてください。では最後までご視聴ありがとうございました。また会いましょう。またねー。